させてもらいます。ちょうどですね、半分を終えているところですね。残り8チーム、9番目のチームは、国立大学法人佐賀大学マックンロールチームの皆さんです。大きな拍手を送りください。さあ、マックンロックロールチーム、石田さん、楓さん、はい、どうですか今日は。ちょっと気づきました。10番差し掛かって、ちょうど半分終わってるんですけど、今となって
10番目のチームをご紹介させていただきます。10番目のチームは吉道大学大学院のブルースターチームの皆さんです。どんな拍手をお迎えください。チームの代表はこのチームは今の中心のことがでしょうか。日本、中国、韓国、台湾、
ました。ご清水大学院のブルースターチームの皆さんで、御年でした。ありがとうございました。大きな拍手を送りください。ありがとうございました。さあ、続きまして11名のチームをお呼びします。日本電子専門学校ワークスペースチームの皆さんです。大きな拍手を送りください。さあ、チーム代表は荒波アナさんですね。どうですか、今日の心境は。すごいし、なんか意外とプラスチームの話ですね。どうですか。じゃあ、皆さんですね、15人の学生さんで集まってくるので、皆さん全員1年生それに、しかも4月から新人のこの先生の何なんか大学みたいな。そしてなんか作品の方は、赤を基調にした作品の特色とかは、皆さんで作品名が赤です。Let's check it out!